失礼する。お前が 31F の夏目祈りで間違いなかっただろうか。この人はかなりの実力者と聞いているが、この行動も強さに起因するものなのか。今回の武術祭には 30G から白川さんが出場します。あの人は間違いなく最強の一角ですが、お弟子さんである夏目さんが白川さんに勝ち最強となれば、師である私もつまり最強。前回同様強引な入りだが、 A チーム共に進むとしよう。先輩部隊の部隊長と一緒のチーム、勝ち確です。ありがとうございました。みんなで力を合わせないと勝てないぞ。お前がリーダーをするのかよ。そうだな、この大会は2度目だから何かとアドバイスはできると思う。一時だが私に任せてみてはくれないか。筋肉はなければ好きに動くにゃ。それでいいかにゃ。もちろんだ。白川殿が的確に指示してくれたおかげでござる。みんなで協力した結果だ。私としても学ぶところは多分にあった。礼を言う。しかも謙虚。そんなに美しくて強くて謙虚だなんて、惚れてまうやろ。よし、では最後に今日一日の順位を公開する。 A チームは白川を中心にそれぞれの役割をこなしていた。白川の的確な指示、それに対応できた3人。勝敗を分けたのはチームワークだったってことだ。改めて A チームの皆に勝利の拍手を。随分と賑やかだな。くっ、敗者に話しかけてくるとは暫定1位殿の余裕か。そういうつもりはなかったんだがな。もし昨日のことを引きずっているのなら、アドバイスでもと思ったんだ。昨日はまだ竜が伏す時だったまでのこと。今日こそ我が先祖の名誉にかけて最大の策を講じてウヌを倒してみせる。ほう、どうやらアドバイスは不要のようだな。今日はお手柔らかに頼む。私は私ができることをしよう。もうこの会話の時点でリーさん負けていますね。ああ、何をやっても勝てねえフラグを立てちまってる。ウヌがどっちの味方だ。さあ、そろそろ時間のようだ。私はこれで失礼するよ。武術祭共に力を尽くそう。ありがとう、助かった。私がいなくとも白川部隊長であれば余裕だっただろう。武術祭共に最善を尽くそう。白川部隊長であれば大丈夫だろう。私は3位か。白川は他の奴らを手助けしすぎだ。もったいなかったな。正しいことをしたつもりだ。ベストを尽くし、その姿を後進の導きとなるようにせねばな。強きを解くかる。バトルロイヤルの定石よ。恨みっこはなしでござるよ。あんた相手じゃデプレッションを感じる間もなさそうだしな。構わない。持てる知略戦略戦術すべてを駆使してかかってきてくれ。私はそのすべてに受けて立つ。やぞうでござる。強いでござる。すげえ景色が見えたぜ。そのまとってやつか。私も簡単に負けるわけにはいかないんだ。可愛い後輩たちに苦境を学んでもらうためにな。残ったのは私たち二人のようだな。ここまでは想定の。いざ尋常に。ああ、勝負といこう。
いい立ち筋だ。迷いに消えている。夏目、次の一撃、私の信念をかけて打とう。承知した。剣を振るう理由は見つけられたか。剣を振るう理由、いや、見つけてはいない。思い出した。ほう、いい目をしている。では行くぞ。押して参る。はあ、勝利は叶わずか。30Gの白川ユイナ、想像以上の強さだった。世界を取り戻すため、人類を救うために磨かれた剣、白川部隊長の思いが込められた一撃。夏目、白川部隊長。そうかしこまるな。少し話をしに来ただけだ。私と？ああ、先ほどの人たち、見事なものだった。私の勝利ではあるが、お前の武術祭での成長は大したものだった。この一日で何かあったのか？剣を振るう意味。ん？教えてくれただろう、私に。ああ、そうだったな。皆からも教えてもらって、改めて考えた。己を見つめ直し、そして受け入れた。ただ、それだけだ。そうか。だから思い出した。なのだな。今日の立ち筋は本当に感心させられた。わずかのブレもない。まっすぐで、お前の信念が込められた剣。だから自分の剣を誇れ。夏目、お前の剣は素晴らしい。素晴らしい。私の剣が。人類を救う剣として、これからも共に戦おう。はあ、次は必ず勝ってみせよう。楽しみにしているぞ。それでは、私は失礼する。30Gの仲間が浮かれているようでな。頭から飲み物を浴びせられる前に逃げなくては。またな。